やる気元気玉木霊感タロットのズバッと時事ネタじゃなくって今日は婚活トークをしまーす。今日は3月11日です。東日本大震災のあった日ですね。忘れませんよ、私もあの日のことは。ね、恐ろしかったですね、本当に。もうね、今でもちょっと津波の映像とかは見れないです。私の地元がですね、津波で犠牲者が結構出ておりまして、辛いですね、あれは辛かったですね。うん。それが9年前だね。で、私10年前、11年前くらいに婚活をめっちゃしておりました。そう。で、その経験も思い出しながら、婚活を頑張っている方で、その中で特に婚活がなかなかうまくいかないんですよ、いい人に巡り会えないんですよ、全然結婚できなくてって、こう長期間婚活に苦戦している方に特に送りたいメッセージなんですけれど、普段の玉木よりはかなり毒舌です。なのでここで引き返してもいいです。聞いたら傷つくかもって思う人は聞かない方がいいかもしれない。結構きついことを言います。大丈夫ですか？覚悟のある人だけ聞いてくださいね。うん。婚活で自分に合う相手が見つからない。いくら大勢と会ってもなかなかいい人と会えないっていう人をよく見ますね。私の身近にもいっぱいいます。でもこれ実際は自分に合う人には合ってるんですよ。なぜ見つからないとか自分に合う人がいないって思うかっていうと、2個原因があって、1個目は自分のレベル何点かとか、すいません、今日何点とかレベルとかいう言葉を出します。この辺がまず厳しいです。婚活の話なので、恋愛じゃないので、こう、バッサリ、はっきり言います。うん。で、自分のレベルを勘違いしてるか、まず。次に、相手に望むレベルを間違えてるか、どちらかですね。その自分のレベルと、相手に求めるレベル、それが合ってないだけなんです。で、婚活にもいろいろあって、お見合い、婚活サイトとかアプリとか、友人の紹介とか、結婚相談所とか、あるけど、まあ、サイトとかアプリは最近桜も多いとか聞くんで、まあ、ちょっと横に置いといてもいいんですけど、友人の紹介とか、結婚相談所とか、お見合い、こういう人が紹介してくれる系っていうのは、間違いなく第三者から見て、その二人のレベルが総合的に見て、同じって判断されてのことです。だから紹介された相手に対して、なんでこの人こんなにレベル低いの？なんでこんなレベル低い人を私に紹介してくるの？俺に紹介してくるの？って、もし思ったなら、あなたは自分の評価が高すぎです。で、婚活市場でのその人の評価っていうのは、年齢、年収、学歴、見た目、職歴、身長、体重、親と同居か、とか、婚歴、住んでる場所、趣味嗜好とか、まあ、ね、いっぱいもう挙げればいっぱいあるんですけど、それの総合的な点数なんですけど、で、紹介された相手っていうのは、自分の鏡に映った姿だと思ってください。自分の総合点がどのくらいなのか、何点くらいなのかを、その、紹介してくれた第三者が、丁寧に、あなたは何点ですよ、この人を見なさい、この点数があなたの点数ですって教えてくれてるようなものです。だから、なんでこんな点数低い人を私に紹介してくるわけって思ったなら、あなたは自分のこと80点って思ってるかもしれないけど、あなたの点数、そのお相手の方の点数と同じだよっていうことですね。うん。ごめんね、厳しくて。例えば、普通の一般人は100点満点みたいな人、もう完璧な人とそういう場で出会うことはないでしょう。ほぼ言い切れる。なぜなら100点満点みたいな男性とか、芸能人みたいに若くて綺麗な女性とか、うん、
もしくは両家のお坊ちゃんお嬢様みたいなのはですね、それ同士が出会う筋があるんですよ。うん、そういう場面が設定されてるのは、我々一般人が知らないところでね。普通の人は入れないの、そういうコミュニティにまず。だから、100点満点みたいな人はいないと思ってください。婚活市場に。大学とかね、の恋愛市場だったらまだ出会えるかもしれない。そこで100点満点の人捕まえておかなかったら、もう婚活市場に行ったら多分いないです。うん。で、婚活市場に戻って、100点はいないでしょ？ 100 点はいないとする。じゃあ70、80、90点みたいな人？そんな人も周りが放っておかないので、周りの大人がさっさと相手を紹介しちゃったり、まあしなくても勝手に彼氏彼女はね、望んでなくても、どんどん言い寄られるでしょうね。言い寄って来られるから。困らないですよ、男女関係には。70、80、90点の人は。なので、そういう人も婚活市場にはいないかな？困らないもん。自分で調達できるんだもん。で、その紹介してくれる人もいないし、いいよって来てくれる人もいないから、自分で婚活をするわけです。で、結構毒舌をここまでね、ビシバシこう投げかけてますが、私もそうだったから婚活してたんです。だからこう言ってるの、その経験を。そう。私も自分の点数もうちょっと70点くらいかなっていうか思ってたけど、多分私50点とか45点とか そんなもんなんですよ。平均とか平均以下とか中の下とか。そう、旦那からはね、お前は中の下だみたいなことをずっと言われてたから、ああそうなんだ、納得したけど、そんなもんなんですよ。そうで、私が婚活始めた時は30過ぎてたから、もう自分の点数の低さは自覚して婚活はしてた。で、女性の1歳は男性の年収の100万円に換算されるって言います。だから5歳取ってしまえば相手に求めていいのは5歳前よりマイナス500万みたいなね。例えば25歳が相手に1000万の年収を求めてもいいけど、30歳になったら500万しか求めらんないよ。っていうのが結構現実的な数字であるって一般的に言われてますね。うん。私もそれはそうだなと思います。そう。でも最近みんな高齢で結婚したり高齢出産してるじゃんって思うかもしれませんが、生物学的に女性の妊娠しやすさがね、変わったかとかないですからね。高齢だけど、最近は妊娠しやすくなったわよとか。別に生殖医療は発達はしたけど、自然妊娠のしやすさとか、流産のしにくさとか、そんなこと全くないですからね。生物学的には昔の人間と全く同じままなので、そうなんです。現実は厳しめです。はい。多分こういうことは結婚相談所でも言われると思うんだ。女性の年齢1歳は100万円だよとか言われると思う。うん。で、話が戻って、婚活市場にいる人はまあ一律60点以下くらいだとしましょう。でもその中でもお見合いパーティーとかで、ハイスペックお見合いパーティーとかあるでしょ？確かにハイスペックな男性かもしれないけど、でも年収とか一部が100点でも、性格が10点とか、親と同居するのは条件とか、持病があるとか、全く理解されない趣味があるとか、なんか見えない大きなマイナスがあるからそこにいるんですよ。そんなマイナスなかったらもうとっとと結婚してますからね。できてるから。うん。そこに来ざるを得ない大きなマイナスがあるからそこにいるんです。だから真のハイスペックがそのハイスペックお見合いパーティーにいると思っちゃいけない。で、そんなパーティーもあるし、普通の婚活パーティーもある。紹介もあるし、相談所もある。で、何をしても私は全然出会えないのって人は、自分自身のことを80点だと思ってて、本当は50点とか。うん、さっき言った私みたいにね、自分のマイナスポイントが見えてない。で、婚活っていうのは、足し算じゃないのね、引き算なんですよ。100からどん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 マイナスされていく。マイナスされていくのがどんどん、大きいとダメなんです。そのマイナスが、それってマイナスなの？って思うことかもしれない。無自覚な。
だ、さっき言ったなんか親と同居するのが当たり前って思ってる人は、別にそんなのマイナス点だと思ってないかもしれないけど、めちゃめちゃ大きい、結構大きいマイナスよ、そういうの。そうとか、ね。あとそう、そのさっきの年齢の価値のことを分かっていない人とかね。私、綺麗だから40でも全然問題ないでしょ。30歳に見える、40歳だから問題ないでしょ。30に見えるとか見えないとかの問題ではないんだ。体の肉体的な問題なんだ。そういう、自分の評価が分かってないパターンか、自分は50点だと分かってる。40点だと分かってる。自分の評価が低いとは分かっている。でも分かっているのに、80点を相手に期待してしまうみたいな。相手は私と同じ50点レベルでいいから、年収は700万ね、みたいな。いやいや、50点だったら400万だからね、みたいな。だからその辺の、常識を知らないパターン。あとは、なんだろう。自分の親とは同居してほしいな。だけど私相手の親とは同居しないよ、とか。なぜか相手に求めるものがなんか高い。無自覚に高い。その不平等さに気づいてないみたいなパターンがあります。ということで、長くなりましたが、覚えておいてほしいのはとにかく一つ。婚活中に紹介される人とか、婚活パーティーで出会う人、自分で選んでいったパーティーの先で出会う相手っていうのは、あなたが鏡に映った姿です。男女を反転させて点数化したのが、目の前にいるあなたです。OK。そう。あなたとレベルの違いすぎる、高すぎるでも低すぎるでも、レベルの違いすぎる人は、95%以上は現れないです。ほぼ同じレベルの人が同じ婚活パーティーに来るし、紹介されるし、だから、目の前にいる。出会った人は、また紹介。自分です。なんか自分に見合った人が出会えないのよね。なんか紹介される人、紹介される人、変な人ばっかりでレベルが低いのよねってぼやいてる人は、何かに勘違いしている可能性が大いにあるので、そこに早く気づくことが結婚への近道です。自分の点数を客観的に知ること。だから結婚相談所とか行って、プロが紹介してくれた人は、多分間違いなく、その相手はもう自分の姿だと思ってください。プロが紹介してくれた会う人なんだから、もう本当に同じレベルの人をもうぴったりこうね、紹介してくるはずですよ。それが現実っていうので、そうね、結婚相談所行ったことない人、経験として行くといいかもしれないです。自分のスペックがわかるから。あ、こんなもんなんだ。自分こんなに低かったんだ。ごめんなさいってなるかもしれないので、私も婚活パーティーばっかり行ってた時期あった。めちゃめちゃ数こなして、でも会えない会えないとか言ってて、あれはね、遠回りだった。ということで、人に紹介してもらうといいですよ、一回。長くなっちゃったね。以上です。毒舌でしたでしょうか。でも、多分結婚したらわかるよ。恋愛よりね、厳しいでしょ？厳しいけど、でも、いいよ、婚活しての結婚も。お互い納得して、ね、恋愛だとわーって盛り上がって、なんかこういうことも知らないでね、ただ好きで勢いで結婚しちゃうよりも、私はなんかこう婚活でじっくり自分と向き合ってっていうのはね、すごいいい経験だと思うので、ぜひぜひ人生に生かしてください。絶対いい経験になると思います。ということで、じゃあね、バイバーイ。